後からすっごい高いクリームとか買わされそうな。めっちゃ花火上がったな。こんばんは、ももと申します。前回終わった後に少しですね、写真の整理と、あとお家のね、まあ、改造っていうほど改造はしてないんですけど、ちょっとね、整えました。真四角、もう豆腐建築のお手本のような形の建築をねしてたんで、まあそんなには変えてはないですけども、ちょっとこの辺りをね整えました。ここと子供部屋なんですけどもね、前回撮った写真をね飾ってみたりですとか、このね出生証明書ですかを、飾ってみたりとかですね、あとナダリさんと赤ちゃんのね、こうイアン君の写真をね、コナ君が撮った写真をね、こうやって子供部屋に飾ってみたりだとか、あとは、夫婦の寝室ですね、夫婦の寝室にもこうやってね結婚式の時に撮った写真を飾ってみたりしてます。で、仕事の時に撮った写真はこっちのね、オフィスというか、まあスタジオね、スタジオの方に、ちょっと今暗いんで見えづらいですけど、ここに集約してあります。であとね、この本棚ね、本棚にも写真が飾られたんで、ここにね、ここにも結婚式の写真も、でもちょっと結婚式の写真家中にいっぱい飾ってあるみたいな感じですけど、で妊娠中の時の写真とかね、ここに飾って、イアン君のね、このゆりかごを少し色を変えて、でちょっとね、あんまりお金ないんでそんなにいろいろは置けなかったんですけど、このあやすためのね、これなんて名前でしたっけ、ベイビージーニアスモバイルだそうですけど、ここにね置いてみたりしました。そうだからね、今もうね150シムオリオンなんですよね。本当にお金なくてちょっと大変なんですけど、で、今日やりたいことっていうのは、やっぱりね、家族もうちょっと増やしたいなっていう思いがありまして、で前回ねコメントを、いただいた時に、こう見つごまれないかなみたいなコメントいただいてたりしてたんですけど、次そのイアン君の、妹なり弟なり生まれてくる時は、ちょっとね双子ないしは三つ子をちょっと狙っていこうかなということで、このね、区画の特質、まだね入れてなかったんで、これをね設定していきたいと思います。このあれかな、レイライン直上、レイライン直、どういう意味か分かんないですけど、大地から妙な子宝のエネルギーが流れ込んでいるようで、ここでは双子の誕生率が高いことが分かっていますということで、これをねちょっと設定してみたいと思います。それで、あとはね、このアットホームっていうのもねつけたいと思います。ここのアットホームの雰囲気は、料理、バーテンダー、器用さ、ガーデニングなどのスキルの上達を促進しますっていうことで、ちょっとやっぱりコナクの稼ぎだけではなかなか難しいところがあるので、ナーニさんにはねガーデニングのスキルを磨いてもらって、ちょっと家計を助けてもらおうかなっていう気持ちもあるんで、このアットホームをねちょっとねつけておきたいと思います。で今ので双子を、狙いに行く準備を一つできたんだけど、もう一つね、私今販売されているダウンロードコンテンツは全部入れてるので、その中で、スパですね、スパデイっていうダウンロードコンテンツあるんですけれども、そちらでねマッサージを受けさせることができて、シムに妊活マッサージっていうのがあるんですね。なのでそれをね、ちょっとこのカヌハヌイさんのお家に、なんて言うんだろう、マッサージベッドを置いて、でそこにナナニさんが妊活マッサージをねしてもらいに行くっていうような感じのストーリーにしてみようかなって思ってるんですね。なのでこのカヌハヌイさんのねお家、ここにねベッドを置きたいと思います。これちなみにね、前回結婚式した時の花火がちょっとこのままになってるんで、これちょっと取り除いておきますね。ここのねお家に来るたびにね毎回花火が打ち上がるっていう状況になっちゃうんで、カヌハヌイさんのねここ、ご夫婦がね寝る寝室っていうのはこっちにあるんで、このねゲストルームみたいなところ、こっちをねちょっとねエステルームみたいな感じにしたいかと思います。でこれ趣味とスキルっていうところに、これね、リラクサーマッサージテーブルっていうのがあるんで、これをねちょっとねここに置きたいと思います。ここに、はい、こんな感じね。それで、それでね、そこに、セラピストの人を呼んでもいいんですけど、ちょっとねチートコードを使って、このメレさんの健康のスキル、マッサージのスキルをちょっとマックスにまで上げて、でメレさんから、ナナニさんにね
ちょっとあなた、私が素敵なマッサージを施してあげるわよみたいな感じでしてみようかなと思うんですよ。なんていうかセレブの奥さん、旦那さんは経営者で、奥さんはそういうなんかこうあのエステサロンとか経営してるっていうのは結構ねあるあるっていうか、ちょっとそういう感じのシチュエーションをね作っていきたいかなと思ってます。なんでこれをまずね、メレさんでプレイするってしますね。でメレさんの、プレイのところにこう入って、でここでチートコードでね、でこれをレベル10まで上げると、はい、でこうするとメレさんの健康スキルがレベル10になって、マッサージをね施せるようになるの でこの状態にしといて、いつものね奈良にさんとコナー君の接待に戻っていつも通りのプレイをしていきたいと思います。はい、うん、ですね。お仕事が、ファッションシスタグラムに写真を投稿するなんで、そうそう、この机もねちょっと変えたんですよ。前のね机だとちょっと小さかったっていうか狭かったんで、うん、とファッションシスタグラムに写真を投稿するで、このおじさんの写真を、投稿しましょう。ちょっとねここエラーを切ると怖いんで、ちょっと見、これがね終わるまでちょっとコナー君の操作にしときましょうね。あ、音楽かけようとしてんのかな、今リモコンつけましたけどね、テレビついてないから多分そうだよね。うん、音楽と、これね、この結婚式の時の写真ね、ここに真ん中にドーンと設置しました。ノリノリやん、ちょっと仕事してよコナー君、大丈夫、仕事してよ。ノリノリはいいけど奈良にさんもめっちゃダンスしてるじゃん。まあ、一回赤ちゃん寝てるしね。うん。奈良にさんちょっと着替えさせてあげないとな、後から。どうだどうだ、よし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 。あ、かか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 。はい、2265シモリオンですね。もう、借りましたよ。やった。ウィルソン・コナーの写真が口コミで大きく広がったため、ブランドの売り上げは一晩で2倍に膨れ上がりました。クライアントは大喜びで、俺にマフィンの積み合わせを送ると約束してくれました。しかし、届いたのはバスケットだけで、中に入っていたマフィンは全部誰かに食べられてしまっていました。どういうこと？うん。コナーのフォトにも327件のいいねがついています。やりましたね。いや、よかったよかった。じゃあね、一応コナー君、依頼探しておきましょうか。家族をね、増やそうってしてるんで、やっぱりおしゃれ普段着の撮影、ちょっと報酬がいいんでね、出ちゃおうかな。うん。コナー君、じゃあ、イアン君の面倒見ててね、コナー君。ちょっと奈良にさ、ちょっと妊活してくるから、妊活。ちょっと着替えようね。はい。奈良にさん、着替えて、はい、妊活マッサージをしてもらいに行こう、メレさんに。ちょっとイアン君ごめんね、お母さん、ちょっと出かけてくる。え、あ、何、アリカさん、あれね、おじさんだね、おじさん、ダーティーマネー。定例の経費報告を確認していたアリカは、辻褄が合わない記録があることに気づきました。経費の、まあ、あれかな、数字がおかしいってことですね。さらに調べると、多額の資金が秘密の役員口座に流されていることが分かりました。誰かが横領してるんですね。アリカの社内での立場はまだ弱いものですが、アリカさんまだ弱いことないと思うけどな。これは当局に通報すべき案件に思います。どうしましょう。なんで、まあ、会社がね、誰か不正して会社の金を横領してると、それを、まあ、当局に告発するか、文章をなくしたふりをして見なかったことにするかっていうことですね。有香さん、でも私これね、基本的には有香さんのプレイはしないつもりでいますので、これね提出しちゃうと有香さん無職になっちゃうんだよね。でも無職になっちゃうとかわいそうだから、ちょっと今回はなくしちゃったということ、すいません。はい、ということでね、ダメですよ。本当はダメですよ。ちゃんと告発しないとダメですよ。うん。ダメですよ。子供ができたんだってね、おめでとう。お、ベアキャンディ。キャンディさん。キャンディちゃんからね、お祝いのメール来てます。で、メレさんにマッサージをお願いしたいんで、カヌハヌイ、メレさんに妊活マッサージを頼むということで、お願いしましょう、メレさんに。メレさん、マッサージがすごく上手だって聞いたんですけど、私に。妊活マッサージを施してくれはしないでしょうか。でも妊活マッサージはいいけど、あれだな、奈良にさんめっちゃおトイレ行きたいな今。大丈夫かな。
セレブなお家の奥さんのあの部屋の一室でマッサージを受けるっていうね。これマッサージセラピストじゃないんでね、ただで、ちょっと待ってください、カメラをね、お知り合い価格でただでやってもらってる感じですけど、後からすっごい高いなんかクリームとか買わされそうな。ちょっと待ってよ、登録しとこうか。これ5の辺で6にしようかな。でこれシフト押すとこうやって切り替わるみたいですね。あのシフト押さないで5656ってするとこうやってカメラが動く感じですけど、よしよし、これでいこうかな。せーの、よいしょ、インカスマッサージお願いします。気持ちよさそう。いいですね。Geshla, で、このマッサージを受けると妊娠がしやすくなるというか、まあ双子以上が生まれやすくなるっていうことみたいですけどね。めっちゃ指輪したままマッサージ受けてるけど大丈夫かな、ナナリさん。痛くない？お、ちょっと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 ナナリさん、ナナナちょ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 びっくりしたびっくりしたびっくりした。終わった？よし。え？これなんかさ、新たな生命の予感。インカスマッサージにより活力が全身を巡っています。で、この間に妊活すればいいのかな？なるほどね。メレさんありがとう。挨拶しとこう。うん。フレッシュ、ハンド。ありがとうございます。ということで、早速ですよ。早速ですよ。早速、コナーくんと、ちょうどもう5時ですからね。ちょっと赤ちゃん寝てるか。寝てるならちょうど今だぞ。寝てるうちだぞ。子供をね、家族をね、増やしていきましょう。よし。もうちょっと雰囲気作ってからの方が良かったかな。ちょっとあまりにも作業感ある。よしよし。もうちょっと空気作ってた方が良かったかな。オッケーオッケー、ノリノリだぞ。コナ君もノリノリだったぞ。よしよし。で、私どもは、あ、そっか、窓ここお金なかったから取っちゃったんだな。ちょっとね、直接的にだとちょっとあれなんでね、ここからね、少し、あ、見えないな、ちょうど見えないね。じゃあ、あの写真をアップする感じにしよっか。こういう感じね。ちょうど見えない。あのベッドの方はちょっと見えないような感じにして、これでいきましょうね。はい。入るとこぐらいはいいか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、我々はあの写真をね、写真を眺めておきましょう、これね。はい。いや、綺麗だな。月が綺麗な写真だな。あのコナン君いい写真家になれると思うよ。ちょっとね、最初はなかなかうまくいかなかったけどね。うん、こんだけだって素敵な写真撮れるんだもんね。ね、家族が増えるといいね。まあ特質もつけたし、区画のね、妊活マッサージもしたからね。あ、めっちゃ花火上がったな。めっちゃ花火上がったな。よしよしよし、うん？双子チャンス、はい、双子チャンス。あ、区画の特質によりね、そんな区画の特質で明確に出るんですね。双子チャンス、なんだか元気がみなぎってきました。双子を授かりそうな予感が高まっています。なるほどね。新しい赤ちゃんにより、あ、これはイアン君のことかな。そうね。じゃあ、
ちょうど永井さんおトイレ行きたいと思うんで、おトイレに行きがてら妊娠検査しましょうか。うん、妊娠検査を受けつつ使いましょうかね。さあどうでしょうか。いや多分ね、妊娠自体はしてると思うんですよ。コンディションはすごく、まあそこそこ良かったと思うんで、よしよしよしかな。はい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 、おめでとうございます、おめでとうございます。で報告に行くね。なはい、コナン君、クインボレジニオウィネオベオあーかわいしょかわいしょ、よかったね。次はどんな赤ちゃんが生まれてくるか楽しみだね。それで、あとは誕生を心待ちにしつつ、じゃあナルニさんさ、そうご飯食べたらでいいけど、ちょっと撮影に協力してもらえるかな。今受けてる仕事が普段着を着た指紋を取るだから、コナン君はちょっとナルニさんのご飯待ちね。ご飯待ちしてる間にちょっとさ、そうね、子育てスキルとかをちょっと磨いとくか。子育てスキル磨いとこ。子供ができたんだったね、おめでとう。だってありがとう、リバティちゃん、ありがとうね。2400シモリオンね。赤ちゃんと子供用品もたくさん揃えなきゃいけないからさ、うん、あれ起きた、赤ちゃん起きたね。ちょっとあやしてあげて、話そう。で、寄り添って。あ、そうだ、ちょっと待ってよ。今、妊娠してて、私ね、女の子の産み分けしてみようかなと思ってたんだ。ポップでしたっけね。ポップの音楽を聴くか、あと、いちごを食べるんだったかな。だからね、これ、ラジオ曲を変更して、普通のポップ、あるね、ポップにしとこう。ポップで固定にしといて。うん、いいよいいよ。よぼうわぬぼぬぼ、うん、おすびウィブ、うん、いいね。おわでギョナ、うん、かわいい。で、ミルクあげようよ。乳瓶で授乳する。で、その後におむつ取り替えて、優しく話しかけて揺らそうか。うん、かわいいかわいい。かわいい。おお、子育てスキル上がったよ。いいよ。あ、違うの？ああ、違った違った。ご要望じゃなかったね。この写真をさ、ナルニさん、ちょっと待って。これさ、コナン君のカメラを渡して、撮ってくれることできないかな？これカメラこうするでしょ？ここに移動して、うん。で、写真を撮ろっか。うん。ふん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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。すごくいいぞ。うん、すごくいいぞ。こうして、こうするでしょ？ナルニさん、ちょっと写真のスキルないからね、あんまり。失敗してるかもしれないからたくさん撮っとこう。うんうんうん。じゃあナナニさん普段着に着替えよう。普段着着替えて、それでここをポーズを指示するでナナニさん立ってもらうでしょ。ナナニさん、あ、ちょっと寝ちゃったよ。ちょっと頑張って頑張って、ナナニさん、コナン君ちょっと頑張って、ちょうどするよ。もう子供生まれてくるんだから、また。うん。でもあんまりね、ここのコンディション悪い時に仕事すると、あれかな、あんまり良くないかな。とっても陽気。あ、そっかそっかそっか。なんか飾ってある写真がダメなんだな。陽気の写真だからか。ちょっと、うん。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん、うん。あれ、いいじゃん、いいんじゃないの、これ。素敵じゃん。もうちょっと片方からライトを当てるっていうのもいいかもしれない。いいよいいよ。あ、これいいんじゃないの？いいじゃんいいじゃん、素敵じゃん。ポーズ。めっちゃテンション。あ、これもなんかかわいい。どう？ほら。ちょっとこれしまおう。この陽気、陽気。これが陽気だね。
これここにあっちゃダメなんだ。しまっとこう、しまっとこう。このフレームの中にしまっとこうね。しまっといて、ちょっと趣向を変えてみよう。モデル雇ってみるか？そっか、コナ君じゃあ、眠たいなら寝よう。ちょっと寝てもらって、ドナラニさんは、ちょっと泳ぎに行こうか。水分がね、あれだから、泳ぎ回る。無理ない程度にね。赤ちゃん、大丈夫そうだね。うん。オッケーオッケー。で、また夜の海をね、泳ぐナラニさん。そうね、何？ダンス？違う。なんで？そんなにすぐ体力っていうか、水分って回復できるんだ。それじゃあ、ちょっと待って、子育てもそうだけど、私、ガーデニングをね、勉強してほしいんだ、ナラニさんにはさ。だから、本買おう、ガーデニングの本ね。できるかどうかわかんないけど、パイナップルだったり、ココナッツだったり、こう、すらに、こう、独特というか、のフルーツをね、と育ててほしいなっていう思いがあるんで、ガーデニング1、2、3、パンまで買っとこうか。ちょっと、まず1巻からでいいか。で、ちょっと読んでもらおう。ガーデニングね。はい。ずっとポップをね。ポップ聞いてれば、多分女の子、生まれてくるんじゃないかなと思うんだよね。ガーデニング。学んでますね。ガーデニングスクールを習得しました。ナナニが新しくガーデニングスキルを習得すれば、植物を植えたり、水をあげたり、雑草取りや収穫なんてこともできますと。さらに、レベルを上げると、新しいアクションやもっと高度な技術をアンロックできますということですね。うん、イアン君すごく機嫌良さそう。いいね。で、コナー君さ、次の朝にしようか。次の朝になったら、私やって、で、見たことないことがあって、こっからね、ファッション撮影モデルを雇うってできるんですよね。これで、全然知らないシム、どんなね、シムが来るのかっていうのを、見てみてもいいかもしれないですね。うん。めっちゃ、もう読み聞かせじゃないけど、喋りながら。うん。で、なんだっけ、土地の特質をね、つけたんで、どうしたの？あれだね、おむつだね。おむつ。おむつだよ、ほら、汚れたおむつ。ごめんね。あやす。ゆらす。ナラニさん。休む。よかったよかった。気持ちいいね。うん。気持ちいいね。そうそう、ヌーブー。ね、かわいいかわいい。機嫌よくなったね、ヤン君。うん、よかったよかった。ゲン君眠れる？うん、よかったよかった。なんかね、気分よくなって、あ、寝た、よしよしよし。お、じゃあさ、ナラニさんもさ、寝よ。みんな、ね、お休みしてるからお休みしよ。寝よ。お母さんも身重だからね。そうおやすみなさい。大丈夫かな。夜中に、そうね、お腹減ったかな。うん、そうだね、朝4時だけどね、そらね、食事、母乳、あ、ナラニさん起きて。これ母乳あげてるはいいけども、モザイクで赤ちゃんが一個見えないっていうね。どれかね、すごい誘惑、これかな、これ、あ、これね。誘惑的な雰囲気6、それは誘惑的になっちゃうわ。これもしまっとかなきゃいけない。ここ入れとこうか。うん、これで大丈夫かな。うん、いいね。はい。座りね。座り大変。オッケー。コナーくんとご飯食べよう。ね、なめっちゃはしゃいでる。で、パーティーもやらなきゃいけないんだよな。あ、そっかそっか、これ片付けとこうね。片付けとこうねっていうか、ここに置いとけばいいか。コナー君一緒に食べよう、ご飯。ご飯食べた後に、モデル雇おっか。ちょっとお金かかっちゃうけど。これで成立しなかったら、ちょっとあれだけど、でもこの、今受けてる仕事はね、仕事の報酬すごく高いから、大丈夫。これだけ原価かけても大丈夫。うん。あ、ちょっと、あ、座りね。うん、座りね。ああ、大変大変。大変ね。
座りの中修理させるもんじゃないと思うけど、ちょっとごめん、ちょっとさ、修理、あ、ユーソンコナーの雇ったシムが向かっていますと。クローズアップの準備は整った。誰が来てくれるの？あ、来てくれた。え、ちょ、めっちゃ海パンで来るやん。ちょっと、あ、ちょっと、あ、でもなんかファッショナブル、まあ、ファッショナブルっちゃファッショナブル？ちょっと待って、ナナニさんさ、ナナニさん今、修理してくれてるね。よしよしよし。じゃあ、ナナ君は仕事に集中できるね。お、ファッショナブルですな。ただしね、あの、今受けてる仕事は、普段着なんですよ。普段着、朝起きて服を着替える、ごく普通のシムたち、そんな普通のシムたちだってもっとおしゃれがいていいはず。毎日おしゃれに過ごせる照明で、普段着のシムだから普段着にね、着替えてもらわなきゃいけないんですよ。まずは、自己紹介でちょっとほぐしていこうか。彼の心をね。うん。それで、着替えてもらおう。モデルの服を決めよう。朝ごはんね、マック食べてきたんですよ。もういいですね。うん。で、普段着ね。普段着。彼の本当の普段着は、あ、え、この人ってもしかして、あの方では？普段着これおしゃれだからこのままでいいよね。服装、着替えてもらうでしょ？着替えて。うん。でね、普段着に着替えてもらって、ゴス、だってそうだよね、モティマーさんで、ゴス家のモティマーさんで、ゴス家ってあの有名なゴス家のモティマーさんですよね。ファッションモデル、百シモリオンで雇ったファッションモデル、モティマーさん来てくれましたね。モティマーさんモデルだったんですか。なるほどね。じゃあこれちょっと私服取ってあげたいな。私服取ってあげたいけど、これ背景さ、レッドカーペットとかこんな感じで、できるだけね、立体感出したいから、片方からライト当てたいんだよね。これ強調されてる？あのね、片方から当てることで、あのね、立体感を出したいんだよ。写真のね。被写体のマークの上に立つシムの写真を撮る。モティマーさんですね。ウェッドワット、子育て大変になりそうですね。そうですね。ちょっと、コナー君の収入自体もちょっと心配ではあるんですけど、ファッションでしてみようかな。ファッション。ああ、いいね。渋いよ。指輪が映った方がいいかな。こんな感じかな。こんな感じ？うん。モノクロでも撮ってみようかな。モノクロだったらもうちょっとコントラスト高い方がいいんだけどな。ちょっとポーズ変えてみましょうか。ああ。うん。うん。いいよいいよ。OK？ いや、なかなかいいんじゃないですか？うん。なんだろう。男性のジュエリーブランドみたいな。どうかな？いけた？おお、よし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 。OKOKOK。ありがとうございます。で、ちょっとね、一日を明るくしながら、クライアントに OK をもらうために写真を送ろうか。はい、撮ったな。じゃあね、このモノクロ、撮ったことなかったから、これちょっと送ってみる？これモティマーさんのね、普段着だからね。普段着で、なおかつおしゃれなシムっていうことでいいんじゃないかな。うん。なんかお葬式みたいになっちゃうか。ネットか。ちょっと、モティマーさんっていうか、ゴス系の感じでね。クライアントに OK をもらうために写真をもらう。それこれいけるかな？これいつも不安なんだよね。頼むよ。OK、OK。9461シム。これでちょっとあれだと赤ちゃんグッズとかいっぱい買えそうな気がする。インターネットでのウィルソンコナーの。写真が大絶賛され、クライアントはその反応に大喜びです。やりましたね。よし、どんどん仕事受けていこう。うん、